そうそう、だから強く押さえてるわけではないんですよ。痛いとこ。死んだね。
で今からねお尻触っていきますけど、お尻の疲れってね、はい、頭からこう神経が出てて、腰の疲れを背中の疲れとか肩甲骨の疲れとして頭が間違えてしまうんですよ。ちょっと一回、はい、腕まくっていいですか。どうぞどうぞ、いいよ。は鼻も噛む？あ、それは大丈夫だと思う。はい、いい？じゃあお尻ね、ちょっとしっかり緩めていきますが、僕がわざわざ説明するってことはめちゃくちゃ痛いんですね。あー、やだー。もうやだー。よいしょ。あっ、うん、あー、やだー。あー、やだー。あー、やだおかしくなっちゃった。休んでもらってもう一回いいですか。こっちは上ですか。そう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 、はい、僕の方向いてね。そう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 、やっぱ向き。で、この横からね、ちょっと押さえといてあげた方がね、楽になるんだけどね。ファイト。よりマシだよね。よいしょ。はい、反対側向いて、反対、反対。どうでしたっけ？いや、勝手に持っていくよ。大丈夫。安心して。ここ。痛い痛い痛い。
下向き、下向き、はい、これ取るよ。よいしょ。汗が。汗半端ないよね。で、それでね、背中触るとね、ほら、めっちゃ柔らかいの分かる？痛くないですよ。痛くないよね。で、ということはね、足の疲れが背中に上ってたんだよっていうことなんですね。でもね、触ってみるとね、この辺とかまだちょっと硬いから、それちょっとね、今から緩めていくからね。なんか